はい、というわけで今回はね、森永のチョイス、ふわっと香ばしいバターの味わいということでね、これを食べてみたいと思います。これじゃないですよ、このトビカにあったね、ここのですね、このビスケット、これがこれなんですね。で、ポムポムプリンがね、紹介していますね。他の仲間はなんて名前だか知らないんですけども、ポムポムプリンはわかります。まあ、あの体に似合わず小さなものでね、えみたいなね、この体の大きさにこの小さい、もっとたくさん食べてくださいみたいな感じなんですけどね。まあ、食べてみたいと思いますね。で、こういうわけです。ほら、ここにもポムポムプリンですね。ではね、食べてみたいかなと思います。はい、ではこんな風に考えます。最近ね、森永はなんかいろいろなサンリオのキャラクターをね、使ってますよね。まあ、それらのやつも、あの、関連性として紹介してみれば、見れるんじゃない、紹介してみましょうかなと思いますけどもね。まあ、こんな感じです。ほら、同じですね。ほら、同じです。ね。同じだよ。よくできてるよね。ほら、同じだもんね。ということで、いただきたいと思います。やっぱり、いい味ですね。この、昔と変わらないな。このバターの香ばしい味わいとさ、ほんのりとこの甘さ。いいね。で、小麦粉を使ってるんで、その小麦粉のあったかさっていうのがあってね。で、この缶の時の、サクッていうね、音と味わい、変わんないね。なんかたっぷりこの卵を使って焼き上げて、そしてたっぷりと、まあ、バターを使ってますっていうね、これがまたいいんですよね。なかなか、美味しいですよ。このね、ビスケットもね、美味しかったんですけども、まあ、これもこれでね、またあの、マリーのビスケットとはまた、同じビスケットのまた違う味わいでなってますね。まあ、ビスケットを一つ食べてみればこんなに違いが出てくるのかなってくらい、すごく、違いが出ちゃって、なかなか、美味しくてね。そしてサクサクとしていて。なかなかいい味わいだなっていう。まあ、感じでございますね。というわけで、本日はどうもありがとうございました。